ちょっと釣りにくいですけど、今また雨になったみたいですね。さっきみぞれが降ってたんですけど、パラ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 落としてたんですけど、今また雨になったみたいです。ここに水槽があってね、エビがいてるんですけどね、見えるかな。おお、So beautiful, thank you very much。ここにおるか。ここに見えますかね、エビ。いつもハグやブッキーが飲んでる水、用水路のところで飲んでますよね。あれ、あそこの用水路にはエビがイモリと一緒にいます。これはイモリの餌にもなるんですけども、エビもたくさんいてます。え、バクバク。あ、そう言ったらね、さっき、ちょっと行った時についでに牛丼買ってきて、今日はハグとブッキーの牛丼食べと一緒ですけどね、私と一緒に牛丼でも食べてみようかなと思ってちょっと買ってきました。バクバク。お家帰ってやで、晩ご飯やで。あんまり、こちら、あんまり、おやつ食べてないんでね、今日はちょっとなんか食べてもらおうかなと思って。よいしょ、牛丼買ってきました。はい、ちょっと座って。ゆっくりしましょう。食べ物の時にちょっと吉野家の話とか、いろいろ牛丼屋さんの話も出たんで、なんか無性に食べたくなって、かといって晩ご飯はねあるんで、そんなにたくさんいらないんですけども、ちょっとまあ買って、あとブッキーにも一緒にお裾分けしようかなと思って。これこれこれ、何まあちょっとね、玉ねぎも入ってるんでダメって言われるような話もあるんですけども、まあ、基本ちょびっとなんで、玉ねぎの方が量は少ないんでね、で体も大きいし、大丈夫だと勝手に思ってます。あのエビもね、美味しいらしいんですよ、さっきのエビね。ちっちゃいエビなんですけども、一説によるとかき揚げにしたら美味しいよって話を聞いたことあるんで、たくさんね、取れたら炊き上げにして食べてみたいなと思ってます。ほらば、あれ、これ聞きにくいですか、なんでやろ。あれ、マイク一回ミュート解除。聞こえにくいですか、なんかまだ聞こえにくいですか。聞こえにくかったらもうチャットに変えますけど、マシになりましたでしょうか。私が横向いてるからかな、こう向いたらええんかな。私が今ちょっとね、パソコンの方向いて、よいしょ、こっちのね、パソコンの方向いて今ちょっと話してたんで、それでちょっと声が反対向いて言ってたんですかね。
よし。まあ、ハクもうちょっとそっち行って。ハクもうちょっとそっち行って。ハクこっち、こっち、もうちょっとそっち行って。どうか座るとこないんだ。よいしょ。座るとこないからな。ここって。まあ、もうちょっと大きい声で喋ったらいいですね。そしたらね。チャット見ながら、あの、カメラ後ろの方にあるんで、横にあるんで、画面の方でちょっとチャットが見えてないんでね。パソコンの方のチャット見てました。雨なりね、雪なりが上がったら外をちょっと歩きたいんですけどもね、今日この子ら昼から私が神戸行ってる間ずっと留守番だったんで、どこもね出てないんで、当然雨上がったら外歩かせてあげたいんですけど、ちょっと今ねザザ降りで、ちょっとね今歩ける天候じゃないんで、ちょっとまあスタンバイっていう感じですね。さっきライブしてた時に隣、この向こう側になるんですけどね、この窓の向こう側、この窓からいつもソーセージあげたりいろいろしてるんですけども、この向こうで多分また同じように寝てたと思います。雨降ってましたんでね、雨降ってたけど体濡れてないんで屋根の下にずっと行ってたと思います。ハクはね、結構雨降ってても平気で外で寝よるんでね、帰ってきたらびしょびしょになってる時あるんですよ。それも、まあ言ったら、本人が寒かったら入ってくるんでね、自分で自由に入れるところにあるし、下にベッドパッドも引いてあるんで、そこが良かったらそこにいてますしね。まあ、ぶっちゃんは大概、屋根の下で濡れてないです。帰ってきたいつもね。ハクは雨降って、私が帰ってきたらびしょびしょに濡れてる時ありますわ。雨ね、上がってくれたらね、外歩けるんですけどね。ほらほら、ハクシップシップ。神戸の、王子動物園とかね、王子公園とかあるところまで今行って、あれから行ってね、帰ってきましたけど、神戸の方は大荒れで、六甲から降りてくる風やったんかな、なんかものすごい結構風吹いてて、ゴミバケツが飛んでたりとか、ちびとりが転がっとったりしてましたね。これ今ね、甘えてんのはハクの方です。ハクがね、今私の横行ってなんか訴えてます。これ多分ね、おやつくれって言ってるんだと思うんですけどね。今日は食べてないんですよね、あんまり。散歩してる時に時々ソーセージあげたり、いろいろしますけど、それを、今日は昼から、間の状態でほとんどもう歩かずに出ていきましたから。ん。ああ。さっき外で見えてた木枠、あれは最初にあそこへ屋根をつけて、ハクとブッキーがそこで折れるようにしたんですけどもね、今は屋根を取っ払って枠だけにして、あれはその向こうに山ぶどうが植えてあるんですよ。その山ぶどうをこっちへ持ってきて、ぶどう棚にしようと思って置いてあります。ぶどう棚用です、あれは。17時40分、17時40分というと今10分ですね。まあ、ちょっとぐらいの雨だったらね、ちょっとそろっと遊びに行ってもいいんですけどね。ただもう暗くなっちゃうんでね、
いやいや間違ってもいいんですよ、あの全然間違ってもらったら結構ですし、遠近感がね違うと大きさが全然ね違って見えちゃうんで、遠くの方が小さく見えちゃうんでね、私も画面で見ても間違う時ありますよ実際ね、うん、山ぶどう、この山ぶどうは長野県の乗鞍に生えてたやつを、近所の友人が食べて種を持って帰ってきて家で種を植えて発芽させた分です。で、たくさん出たんですけども、残したのがだいたい10本ぐらい残して、うちに3本来ました。で、山ぶどうの木は雌雄オスメスがあるんでね、でオスには花だけ咲いて実がならないんでメスがいるんですけども、だいたいいろんな説ありますけど、まあ10本に1本ぐらいしかメスがないっていう話もあるんですよね。そして友人宅2軒とうちと3本と4本と分けたんですけども、見事にうちに1本メスがあっただけでした。あとは全部オスでした。だいたい10本に1本ぐらいしかないよっていうのは本当みたいでね、今ここにあるメスの木を持って帰ってもらって皆さん挿し木してもらってます。一昨年からちょびっとずつ実は取れるようになったんですけども、今年はなぜかね全くできませんでした。去年一昨年も不思議なのはメスしか花が咲かんかったんですけども、オスは咲かんかったんですけども、それでも実はなりました。調べるとエビズルとかああいうノブドウとかそういうもんでもどうも受粉はできるみたいなんですけども、時期がちょっと違うんで、山ぶどうと花が咲く時期違うんでね、なんで受粉したのか、この辺りもどっかに山ぶどうのオスの花が咲いてるのかちょっとわからないんですけども、いずれにしよう去年一昨年は実ができました。今年はなぜかというか、まあ当然なのかわかりませんけども実ができませんでした。あ、そうですね、今年じゃない、去年できなかったんですよね、全般もうほんと不作でした、ちょっと日本語と混ざってて読みにくい、分かりにくいですけども、おばちゃん used to and 着物、ね、ちょっとごめんなさい、意味がちょっとわからないんでまた後でゆっくり考えてみます。まだちょっとね外で雨なのかみぞれなのか音してるんでちょっとまだ今出れないんですけども、まあ、寝たって言えば寝てますし、起きてると言えば起きてます。本当にもう瞬間的にすぐにでも起きてきて遊びにも行きますしね、それこそレジ袋触れば多分すぐ反応すると思うんですよね。ちょっとまあ今日はおやつほとんどあげてないんでね、後でまたあげようと思ってますけども、一応おやつあげる段取りで朝のドッグフードも用意して食べてきてますから、まあお腹はちょっと空いてるんだと思います。吉川の方、吉川ですか、与川ですか、どちらの方でしょうね、兵庫県の与川なのか、この近所の吉川なのか吉川だとね、すぐ近くなんですけどね、鶏さんももう多分寝床行って上がってもう寝てるんでしょうね。与川インターですね。
あの横川インターだったら、あの中国道の横川インターだとここから西ちょっと行ったとこなんですけど、割と、まあ、そんなに遠くはないんですけど、まあ遠いか。いかんね、どうもやっぱり声が遠いみたいですね。この辺で喋った方がいいんかな、そしたらね。40キロぐらいだと、あの中国道の横川インターですね、そしたらね。この頃はあの私が何かしてる時以外はもうほぼ家でも、まあ、自宅ね、自宅でもあのここでも、まあ、隣でもあの大体こうやって寝てますよね。もう特に暴れたりすることもなく、事務所ここへ入ってきてもちょっと待っとってなって、ちょっと待っとってなって言うと、もうほとんど暴れることなく、まあ、入り口もうちょっと向こう側でいつも寝るんですけどね、もうちょっと向こう側で、白は窓の扉のすぐ横のとこで冷たいガラスに足をひっつけたりお腹ひっつけたりしてよく寝てます。ねえ、ハク、よくね私の方注意して見てくれて、いつも気にしてるんですよね。ただその目がね、やっぱりもう年齢とともに少しずつ白くなって、白内障がやっぱり進んでいくのが見えるんでね、かわいそうですけども、まあ、これはもう加齢とともに、年齢とともに、その分仕方がないかなと思って諦めてます。まあ、ちょっとでもね、目にいい、いいと思われるようなもんもあげてますけども、まあ、ほんと気休めにしかならないし、かといって薬をあげるのもちょっと気になる部分もあるし、ということで、まあ、ほぼ何もしてない状態で、春には、春じゃないかな、初夏にはあの桑の実をあげてアントシアニンたくさん食べてもらって、まあそれもね、たくさんというほどじゃないんですけども、毎日ちょっとずつ食べさせて、ある間は、私も一緒に食べて、私もね目悪くならないように、白も仏器も目悪くならないようにね、ちょっとでもあげるようにしてます。いつかね、白内障も進めば目見えなくなっちゃうんですけども、少しずつ少しずつ、見えなくなる分には本当にまるで見えてるかのような生活ができるはずなんですよね。知らないところ行ったら当然ダメなんですけども、自分の普段の行動半径だと何不自由なく普通に多分暮らせると思うんで、まあ、白内障で進むにしてもゆっくり進んでほしいと思ってます。桑の実じゃないけど実は持ってました。白内障の手術ね、やろうと思ったらできるみたいですけどね、いろいろ成功した話、失敗した話、
そう、どこまで、そうなんですよ、どこまで進むかっていうのもあるんですよ。見えなくなったら確かに手術もありかもしれないですし、見えてるんなら手術はしなくても私はいいと思ってますから、どこまで進むかっていうのも様子見て、それなりに生活のレベルが落ちるようであれば、まあ、考えてもいいんですけどね。ただそれも例えば14歳15歳になって普通に生活できている状態で、これって目見えてんのかな見えてへんのかないうぐらいであれば、もう私は多分しないと思います。先日亡くなった、うちで生まれた子、16歳7ヶ月で亡くなった子、その子は目が両方とももう見えなくなってましたけども、もう普通に生活してたらしいですから、だからそういう意味では目が見えないから生活が悪いんであればね、手術も考えてあげたら当然いいですし、それはもう飼い主さんの考え方で、私も手術もありだとは思ってます。はい、ゲップしたやろお前、おい、今のゲップはあんまり臭くなかったです。おい、そうなんです、16歳7ヶ月なんでね、まだもう一頭インドの長岡教師いうとこに頑張ってる女の子がいてると思うんですけどね、ちょっとしばらくお話ししてないんで今どんな状態かちょっと聞いてないんですけどね、多分亡くなったら亡くなったで連絡来ると思うんですけどもね、もっともっとね長生きしたこのお話も聞いたことあるんですけども、これ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 、ね、なかなか病気もね含めて怪我も含めてどこから治療したらいいのかとか、どこまで治療したらいいのかとかって難しいですよね本当に。で、私が思ってるのは私が考えたことをきっとこの子らはね受け入れてくれると思ってます。私が考えて考えて、まあ、正直その適当に考えることはないんでね、一生懸命考えますから、だからそれで出した結論ならこの子らはきっとね喜んで笑顔でね、それでいいよって言ってくれると思うんですよね。私はもうそう信じてます。それぐらい一生懸命考える自信はあるし、実際考えてるつもりです。いろいろ、今ちょっとね雨で外出れなくて残念なんですけども、さっきよっぽどちょっと小降りだったんで、これ始める時によっぽど外出ようかなと思ったんですけど、雲のレーダー見たら降ってきそうだったんでちょっとやめたんで正解でした。今ザーザー外で落としてます。まあ、どちらが甘えたかっていうのはね、時と場合によります。まあ、普段からずっと甘えたのはいぶきですけど、強烈に甘えてくるのは琥珀が、ものすごく手持っていって手持っていって今みたいにね触れって言ってね甘える時もありますし、でもその時時々ですね。今日なんかこういう状況であれば、今までであれば多分こういう風にして録画して残すことはなかった時間帯ですね。雨降って暗くなってこの状態だと今まではあんまりこういうの残してないです。でも皆さんと一緒にこういう風にチャットしながら皆さんに見ていただいて一緒にお話ししてっていうので、こういうパターンの動画も最近新しく残るようになったんで、これすごく良かったなと思ってます。本当にね、ほとんど事務所の中でこういう形で撮ってたんで、前の事務所も含めてそんなにたくさんないんですよ。本当に短い30秒とかそんな動画はあったんですけどもね、中におったもっちゃんと一緒に撮ってた動画とかそんなんありましたけども、こんな感じで事務所の中でくつろいでゆっくりしてる動画っていうのは多分そんなに今までライブするまでなかったと思います。まあ、ライブでなくて、まあ、最近公開しだしてちょっとまああったんですけども、
ほとんどそれでもね、なかったです。I don't speak English. 日本語で失礼します。スマホにつける広角レンズも売ってますよね。ついこの間、PC デポっていう、パソコンの周辺機器とかね、いろんな売ってるところで、スマホにつけるズームレンズと、広角レンズ、魚眼レンズみたいな、広い範囲で撮れるレンズちょっと見たんですけど、なかったんですよ。まあ、当然 Amazon で探したらあったんですけどもね、よっぽど、このモバイルバッテリー買うときに一緒に買おうかなと思ったんですけども、着が、3日後になってたんかな。なんかね、せっかく Amazon プライム入っとって当日便っていうのができて、3日後やったらなんかもったいない気がして買う気なくなっちゃいました。確かにね、広角レンズもね、スマホにピチャッとつけてもこれぐらいの明るさと範囲だったら本当に綺麗に撮れると思うんでね、ちょっとそれも本当に考えてました。今みたいにこれ白しか映ってませんからね。しかも反対向いてるし、こいつ白こっち行って、向こう行って、向こう行って、向こう、こっち向いて、こっち向いて、ストップね。皆さんに顔見てもらう。私美人でしょってな。少し前に、来ていただいた方がドローンをね、すごく本格的にされてるらしいんですよね。で、その方がまたね、次来た時にはドローンで空中撮影してその動画をまた上げさせてもらいたいなと思ってるんですけどね。事務所の中飛ぶような小さいのもありますからね、止まってくれるようなのもありますから、そんなんでも撮れるんですけどね。牛丼食べてませんよ。牛丼はお家で家族4人で食べます。大盛りを、牛丼の大盛りを1個買ってきた、1個だけなんですけど、まあ普通に食事もあるんでね、そんなにたくさん買って帰ると妻にも悪いんで、ちょっと食べたくなっちゃったんで1個だけ買いましたけども、これはもう4人で、4人って言ったら怒られるか、怒られへんか、2人と2頭で食べるつもりしてます。書いてありましたね、私の日本語を聞くのが好きやって書いてましたよね。まあ、ありがたいことですけども、よいしょ、私がね、英語を喋ると一番いいんですけどね。ブッキブッキブッキ、もうちょっとそっち行って、多分もうちょっと音が狭いわ。ブッキ、ちょっとこっち行って、ここここ、お座り、お座り、お座り、はい、お家で、牛丼はお家で妻も一緒に食べたいんで、一緒に食べようと思ってます。私、見ての通り外歩く時の格好してるでしょ。もう本当にいつでも外出れるようにと思って全部着込んで、準備してたんです、準備したんですけど、どうも雨がね、ひどくなりそうになったんで最終的にやめました。
りゃそうですよ。やっくりしちゃった。あ、と言うてもね、今日は、あの、妻はここへ朝一緒に来て、ちょっと仕事場で事務して、それから車で娘夫婦のとこ行きました。じゃあ、そういや、そうや、来れへんねん。牛丼もう一個買うてきておいてもよかったかもしれへんな。よいしょ。こんなね、普段ハグとブッキーと一緒にいてる時もまあこんな感じでね、ずっと時々食べ物をあげたりとか、外行こうかって言ってパッと外へ出たりとか、水飲んでくるかって言って水飲みに行ってもらったりとかね、そんなんして時間潰すのが結構最近楽しいです。ちょっと待った。私が英語が話せないと言ったのを聞いてくれたみたいですね。関西は確かに暖かいですね、例年よりね。例年だともうこの今日のこの雨はおそらく本当は雪だったんだと思います。今日はすごく寒いっていうほど寒くないので、今まだみぞれでした。はい、雨どうですかね、上がったかな、雨上がってないかな、雨上がってないかな。なんかギリギリのとこやな。下から上か、もうちょっとしたら外で上がりそうですね。これプレミアの動画って撮れてないです。何も撮れてないんで、今日はちょっとごめんなさい、できませんので、チャットのできるのは今日これが最後になると思います。あと日本は朝撮った動画が2本あるんですけど、それを一般公開、普通の公開に帰って寝なければできると思いますので、まずそれよかったら見たってください。ここはね、本当は鶏も連れてきてここで一緒に遊んで面白いんですけどね、さすがにそれやるとあいつらどこでもうんこしておるからね。
本当に昔はあの雛の時はこの外側のところにね、あのゲージを置いて、ゲージを置いてそれをそこに入れて、で屋根つけて電気つけてぬくめて、しばらく自宅とこことね往復してました。その頃は鶏さんのウンピーも小さかったんですよ。鳥が小さいんで、あいつらね、まあ、カラスもそうですけど、でっかいウンピーするんですよ。ウンピーウンピー。ちょっとね、もうちょっとあの子らが年取って、卵産まなくなったら、こっちで鶏小屋を作って、ハグとブッキーが昼間ここにおるところにね、一緒に追ってもらってもいいかなと思ってます。そしたら、うん、目の届く範囲にここに追ってくれて、それも楽しいしね。でまた、新しい子が入ったら上のところに入れてもとかね、いろいろ考えてます。まあ、考えるだけただなんで。鶏の寿命ね、前私あの10年生きた子を知ってるって言ってたんですけど、それってあのこの間その本人にもっぺん確かめたら、私の聞き間違いか何か勘違いだったのか、6年は生きた、6年ぐらいは生きたっていうふうに言ってました。あの10年って言ってなかったっけって言うたら、いや10年は生きてなかったと思うって、5年は確実やったし、6年行ったか行かなかったかやと思うって言ってました。その子はあの鳥かごに入れて一緒に家族と旅行に行ったりしてましたし、港なんかに連れて行ったら防波堤を歩いたりしてたらしいんでね。そんな時にトンビが上飛んだらものすごい怖がってたらしいです。教えもしないけども、やっぱりトンビに襲われるっていう心配は自分で勝手にしてたみたいですよ。もうね、3年過ぎて、もう次、5月生まれやったかな。5月生まれやったんで、次もう4年になるんですよね。だから、まあ、だんだん数が減るのも仕方ないんですよね。そう、思ったよね、短かったし、10年ぐらいっていうふうな、私、勝手に思い込んでたんでね。だから、その人は10年って言ったんじゃなく、大切に室内で飼えば10年生きるって呼んだような気がするんですけどね、なんかで10年って呼んだ気がするんですけどね。その人のは6年生きたか生きてなかったかって言ってました。じいちゃんの相棒ばあちゃんがいてるじゃないですか。じいちゃんの相棒はばあちゃんいてますよ。今私が鶏さんを飼ってきたところは、ワールド牧場っていうところなんですよ。泉南の方のね、河内長野やったかな、あっちの方の大阪の南の方の、ワールド牧場いうところなんですけど、年末にもちょっと見てたんですけども、年内 の販売は終了しましたって書いてて、それからまだ見てないんですけど、またそのうちね、毎年ずっと何度も販売されてるところなんで、そのうちまあタイミングのいい時にまた入れたいなと思ってます。アヒルもね、欲しいんですけども、まだ池が全然できないんでね、あれ池一回ちょっとね、改装しようと思って、今もう水抜いたまま掘ってあるんですけども、片方の方はちょっと、もうちょっとちゃんと削して、アヒルさん入れれるようにしてやりたいなと思ってますけど、まあなかなかはかどりません。まあ、それもこれもね、充電ドライバーが壊れちゃったせいなんです。これ新しく買った充電ドライバーの電池ですけど、食べ物ちゃ。もう純正だと1万5000円も6000円もするんですよ。でもね、ちょっと高いしどうしようかなと思ってたんですけども、Amazon で見ると、社外品だったら2個で3000円ぐらいで売ってましたんで、それ買いました。それでまあちょっとまたね、大工仕事をやろうかなという気になったんですよね。先日2人が塔を作りました。そしたら、ヨンキチ君が塔にへばついてました。潰れたカエル。そうなんですよ。電動のね、インパクトドライバーとか、ああいうやつの電池ってね、高いんですよ、純正は。パナソニックのやつで1万5000円とかね、
それぐらいするんで、ちょっとためらってました。まあ、回らなかったんで、本体が悪いかもしれないし、電池高いの買って本体悪かったら、わやくちゃですから、だから、ね、どうしようか迷ってましたけど、まあ3000円で2個買えたら、電池掘ったと思っても、まあ安いかと思って買いました。そしたらまあ、案の定、電池、皿つけても回らなかったんですけども、ガン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 とどついたら回るようになりました。ブラシが錆びてたか、ベアリングが錆びついたかで、ちょっとしばらく使ってなかったんでね。充電中の発火経験もありますし、あの人がいない時に夜のうちに充電とかせいかしないようにしますよ、やっぱりね。特にあの社外品のバッテリーはその辺もいい加減なんで、人のいない時に充電するのは怖いですね。今であの私のパソコンの方を見たら100人の方が見ていただいてるってなってるんで、ちょっと恥ずかしいですけども、今日は本当にあの何も外へも連れて出れませんし、まだちょっと外雨降ってますんでね、ちょっと外へは出れませんけども、また明日天気が良かったら外から散歩した動画また上げたいと思いますんで、その時また見てやってください。本当ね、こう手を止めるとね、催促するんですよね。何や、催促してほしいんかって言ってんの。電池ね、液漏れだったらまだいいんですけどね、あの充電中にね、火吹くことあるんですよ、リチウムイオンってね。結構、昔携帯電話でも話題になりましたけども、リチウムイオンは本当充電するの難しいあの電池ですから、気をつけんとあきません。満足したのか、もうソーセージ出てけえへんなって思ってんのか、どっちでしょうね。まあ両方かもしれませんね。ちょっと今も雨がちょっと上がったみたいなんで、ちょっと外出てみようかな。電池がもあんまりないんであれですけど、よし、ちょっと外行こう。吐く。今日これね、ぬくいんでストーブもついてないんですよ、これ今ね。それでもまあ3度になってますけど、そんなに言うほど寒くないですね。出てこないブッキー、ブッキーもおいでや、ブッキー、はい、あの今ちょっと雪になってますね。やっぱりさっきみぞれだったんですけど、今音がしないなと思ったら雪になってました。なんかおったよ、鳥がおったよ。ブキは多分ね、今また帰ってくるから出てくるのめんどくさいんだと思いますよ。あそこにおったら別に置いていかれることもないし、
まだどうせ帰ってくるっていうの知ってるんでしょうね。去年またこの時期は多分ねパンツ履いてなかったと思うんですけどね。水飲むの？お水？よいしょ、お水飲んどいて。おいで、こちらで吐く、おいで。何？うん、もうちょっとね、後で皮膚悪くなってきたんだったと思います。の仏器はお水飲めへんの？こんなタイムラグがありますね。さっき言ってた牛丼大盛り、今日はねこんなんもらっちゃいましたこんなんもらっちゃいました。あ、これって私のんと違ったんや、犬のんやったんや。私食べる気満々でした。これタイムラグは結構ね、その時その時によってかなり差が出てるみたいですね。こんなんもらっちゃいました。これは来月の琥珀の誕生日まで置いとかしてもらいます。まだ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 支援物資ですね。ほんと救援物資ですね。バクバクあげるから、あげるあげる。ここにもね、救援物資、どれだったかな。よいしょ、ほらほら、よし。え、あ、こっち来て、武器もこっち来といて、こっち来といて、あ、こっち来といて、あ、うん、そっちを、そこ、待て待て待てよ、待て待っといて、まーで、来たあかん、来たあかん、来たあかん、近づいたあかんよ。あ、そこやで、反則やで、反則やって、反則、退場させてよ、退場。ほら、電池ない言うてる。じゃーん、こんな太いです。見えへんか、こんな太いです。この子らは世の中で一番たくさんソーセージ食べた犬じゃないかな、ほんと。まあ塩分の問題はあるんですけどもね、それでもまあゆいさんも水ばっか飲みまくるようになったら気ぃつけなあかんけど、まあそんなことなかったら大丈夫やろって言ってますから、まあ大丈夫、ちょっとまあ相談したこともありましたけども大丈夫ということにしてます。こっちへ、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 待て、そこで待て、手舐めといて、ストップ。うっ、切らあかん、そこまでやったやろ。まあ約束してそこまでって言うたやろ。作った時にも約束してここまでやれって君は約束したんやね。ちくわはだいたいじいちゃんがね持ってきてくれたやつは時々食べてますけど、基本やっぱり保存期間が短いんで、ソーセージと違ってね。
まあ、あのいただいたりあのしたこともいろいろあるんですけどね、あの揚げ物で、はんぺんっていうんですか、あと何ていうかな、はんぺんみたいなやつ、ああいう揚げ物をたくさんいただいたこともありますけども、そんなんはもうその場で大体みんな食べて、私も妻も含めて一緒に食べて、この子らも食べて、もうすぐに消費してしまってます。あとまあパンもね、昨日あの冷凍したパンも出しましたけども、あれももうだいぶ前にいただいたパンでしたけども、たくさんいただいたんで冷凍しておいてありました。パンも冷凍できますから、他のものと違って冷凍してあってもすぐに解凍できて、20秒ぐらいチンするとちょうどいい感じになってね、喜びます。このくらい凍ってても平気で食べるんですけどね、昨日は凍った状態で落としたんですけども、ちゃんと待っててくれて、ね、我が子ながら食べていいタイミングとそうじゃないタイミングの区別してくれてて可愛いなと思いました。たくさんの方見ていただいてありがとうございます。外であの綺麗な夕日とか綺麗な里山の景色をねお見せできたらよかったんですけど、今日はあいにくの雨模様と、まあ、みぞれが降ったりで、風もちょっと夕方から出だしたんで、ちょっと外へ出るのは諦めました。また明日以降またねいい天気であったら景色も入れて動画撮りますんで、その時また見てやってください。たくさんの方見に来ていただいてありがとうございます。今も110人ぐらいの方見ていただいてるみたいで、ちょっと本当あの申し訳ないです。こんな変な感じになっちゃって、ちょっとねいつもの曲を流して終わりたいと思います。先日あのこのピアノを弾いてくれた方からもあのメールが来てまして、こういう使い方してもらってあのありがとうって言ってね、嬉しいですっていうコメントいただきました。昨日のライブを、一昨日かな、どっちかのライブをね見ていただいてたみたいで、その後でメールいただきました。あ、そうか、お休みやから、昨日は多分お休みやったから聞いてはったんだと思います。あ、じゃあ、おとついかな、やっぱ、土日どっちかで聞いてくれたみたいでした。
今日も長い時間、1時間ですね、ちょうどね、1時間、長い時間ありがとうございました。私も、とてもいい気分転換になりました。今日は車で走って、半日潰れちゃいましたんで、夜の分は、動画撮れてませんので、これで今日は終わりにさせてもらいます。また明日以降撮れたらやりますんで、よろしくお願いします。では失礼します。ハク、ブッキー呼ぶ前に起きてしまいました。はい、奥が10歳、残り少ない、琥珀、手前は10歳が始まったとこのいぶき、姉と弟で、今は両方とも10歳です。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。